日本はオリンピックにどう対処するのかという問題それからそもそも対中国決議はどこ行ったんだって話なんですねはい自民党 <laughs> 動きが出てきましたよあ自民党だけじゃないですね超党派議議連働きかけ対中決議自民党公明党に変化の兆しですよ。日本ウイグル 国会議員連盟など5議連は8日国会内で合同役員会を開き新疆ウイグル自治区や香港などでの中国当局による人権侵害行為を非難する国会決議きについて臨時国会での採択に向け各党に働きかける方針を確認した先の通常国会では超党派で決議案を作成したものの自民公明両党の足踏みで採択が見送られた国際的に中国への批判が高まる中自公の対応が注目される 中国の上記を逸した人権状況については各国から懸念が表明されているしっかり決議し次の段階で日本版、えー、マグニツキー法に取り組み世界にメッセージを送っていくウイグル議連会長を務める自民の古谷さ,、ね、さんが、ね、会長なんですね8日の会合でこう訴えた自民の南モンゴルを支援する議員連盟会長の高市、えー、政調会長もとにかく早く手続きを進め国会に提出すべきだと強調したそうですよね もうこれ2回が潰したんですよね。公明党と2回が潰したんですよね恥ずかしいですよ途中まで議論してね途中でねあの辞めるなんていうのはもう中国にお墨付きを与えるようなもんですからねダメですよねちゃんとね、えー、避難決議出してほしいです避難決議出してね、えー、外交的ボイコットをちゃんと実施するでちゃんとね 国を挙げて日本政府もね、えー、中心となってね、えー、ジェノサイド五輪というね認識をしっかりと持つということこれが大変今の日本にとって重要なことではないかなというふうに思います。